に取り組んでいた。しかし彼が目指していたのはもっと大きな舞台、それはワシントン。バラクは第16代アメリカ大統領エイブラハム・リンカーンを尊敬していた。そのリンカーンは暗殺という運命をたどっていた。そしてバラクに最大の危機が訪れる。2001年9月11日アメリカを襲った同時多発テロ。この事件によってバラクの政治生命は奪われようとしていた。それは常にバラクに対して好意的なアドバイスをくれるメディアコンサルタントと会った時のこと。このテロ事件は君個人にとっても大変不運な出来事を招いてしまったな。どういう意味ですか？オバマとオサマ、まるで同じような名前。それだけじゃない。決定的なのは君のミドルネームだ。バラクの本名はバラク・フセイン・オバマ・ジュニア。ミドルネームにはあのイラク大統領の名フセイン。これは君が政治家として上を目指すのには完全にマイナスポイントだ。今さら名前を変えるわけにもいかん。逆に変えれば有権者に疑われるだけだ。バラクの心に絶望感が